グレシャム宮殿内部、グレシャム宮殿とは、ハンガリーの首都ブダペストにある、アールヌーボー様式の建物である。1900年代初頭に建てられ、現在は、フォーシーズンズホテルによって所有されている。現在のグレシャム宮殿にあたる土地には1827年以降、新古典主義建築のナーコウ家が建てられていた。1880年、ロンドンを本拠地とする、 グレシャム生命保険会社がこの地を買い占めた。これは当時保険会社による株式投資は違法であったため賃貸を通じて収入を得ることを見込んだ投資であった。会社は後にこの地に外国の本部を作ることを決めた。新しい建造物のデザインには地元の建築家であるクイットナー・シュグモンドを起用し、1904年にグレシャム宮殿の建設が開始され、 1906年に完成した。この宮殿は当初、グレシャム社に関係する英国の貴族階級の人々の家屋圏オフィスであるとみなされていた。第二次世界大戦後の占領下においては、赤軍がこの地に居住した。その後、突然建物は古くなり、ハンガリー人民共和国下ではアパートのように使われていた。1987年には川岸にある、 他の建物と一緒に世界遺産に登録された。民主主義が再興した後に政府は宮殿をブダペスト市に明け渡した。2001年、宮殿はフォーシーズンズホテルによって買収され、その後すぐに高級ホテルへと生まれ変わった。大きな階段やステンドグラス、モザイク模様、鉄細工等を含む当初の景観はクイーンランプライベート社によって復元された。 クレシャム宮殿は、アールヌーボー様式の恒例で、特に、ウィーン分離派の影響を色濃く反映している。分離派は外して比較的小さな装飾を施し、建築的側面を強調する傾向にある。クレシャム宮殿にはこの傾向が見られ、曲がった屋根線、張り出し窓や片蓋柱が見られる、正面側に顕著に見られる。また、宮殿には庭の孔雀の彫像を含む美しい、 アールヌーボー様式の鉄細工が見られることも特徴である。ユネスコワールドヘリテッジ、ハットブダペストズナ、パルティラッテケイップ、A、ブダイバルナジド、アズオンドレアシトンエース、トーテネローミーコーニジット。ありがとうございます。